はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安藤でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、ちょっと調子に乗っちゃいましたね。調子乗っちゃってみたいなね、こともね、芸人さんが言ってますけども、っていう話なんですけども、先日とんかつを食べて美味しかった話を、したんですけども、免疫抑制剤のおかげでね、おかげさまで粘膜障害が控えめになってきておりますので、とんかつのようなあの衣がね、サクサクしたあの歯ごたえの後に、柔らかい豚肉のあのジューシー感をね、体験したんですけども、衣がサクサクしすぎて、上の歯の内側、ちょうどこのベロ、下のね、下ベロね、ベロのこの上に覆いかぶさる箇所、いわゆる上顎と言われている部分がですね、傷ついてですね、薄皮が剥がれてきて、すごい気になっております。皮がペロペロめくれてるんですよ。これはもしこのままね、免疫抑制剤の分量が減ってくると、この薄皮が剥がれた部分が後に傷口になります。そしてこのままどんどん免疫抑制剤の分量が減ってきたら、口の中だけじゃなく喉越しの際に、今は違和感で収まっていた感覚が痛みに変わり、次第に激痛に変わり、僕はご飯を食べるたびにのたうち回るでしょう。これはきつい。今はそのことを忘れている状態です。この先に見える未来に恐怖を感じております。失敗やった、ほんまに。今は大丈夫です。痛くないです。でもこれからね、納豆のタレも痛くなるんでしょうね。サバの塩焼きのあの美味しい油も痛くなるんでしょうね。ちなみにね、今も痛いのは実はケチャップなんですよ。これはずっと痛いんです。なんか知らんけどね、トマトのリコピンが刺さる感じがしますね、なんかね。てかリコピンって刺さるか知らんすけど、でもこれからそれを上回ることが訪れることを忘れずに、ちょっとね、自分を大切にしていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。